ベンハムのコマの一例ベンハムのコマとは、イギリスのおもちゃ製造業者であるチャールス・ベンハムの名に、由来するコマである。主観色の実験として有名。ベンハムは、1895年に図に示したように、上面を乗り分けたコマを発売した。ベンハムのコマを回すと、古上の薄い色があちこちに見える。この色は、フェヒナーの色と呼ばれるが、誰が見るかによって異なる色となる。 なぜこのような現象が起こるのか、完全には理解されていない。赤、緑、青に感受性が高い網膜内の光受容体が応答する、光の変化率がそれぞれ異なっているからではないかとも考えられている。なお、ベンハムのコマを端子機構の下で回してもやはり色感覚が生まれる。さらに左目と右目にベンハムのコマの模様の位置。 部分ずつを見せるように工夫しても色感覚が生まれる。つまり、作詞が視覚伝達炉のうち、師匠以降で生まれることは分かっている。この作詞を応用して、モノクロテレビ放送で疑似的な色を発生させる試みが1959年にネットで行われた。紫地に黄緑色の菊模様が知覚できるようなパターンが、フィルムで作られ、番組のタイトルとして放送された。 あとに、電子回路で同等な効果を作成して、テレビ CM での映像効果に使用したこともある。この項は、成分同進講者、クロマス1991年3月号、改装、黒白放送のカラータイトル3法理系よしによる。ありがとうございます。